いつも通りの歩きのこと、君は突然立ち上がり
ね、じゃあみんなの推しを分かってもらえるように自己紹介したいと思います。はい、胸キュンしかかたん、日常から壁ドンされたい系女子、あきちゃん。あきちゃん、異世界転生しかかたん、2回目人生迎えたい系女子、宮内。宮内、お日様の輝きは私の潤いです。劇場待機組、大谷かなと申します。大谷かな。友情、努力、勝利、流した涙も汗も青春、あー僕が岡月しか勝たん、西尾愛です。西尾愛、納期は守っても作画ミスは万死に値する。いや兄は実にいいでござるな。あ、大越です。大越ソロ72歳、序列50番の悪夢と同じ名を持つ。どうも、打天使ボルカスです。あなたも一緒に打天使ね。ボルカス。私たち6人と聞いてくれる皆さん、合わせて7人、名付けてドアル信者のセプテッド。いやみんな決めゼルバッチリじゃん。てかさ、ちやりたい曲あるんだよね。あ、前から言ってたもんね。やろうやろう。西尾氏は本当に少年漫画が好きでござるな。やはりスポコンが正義だというのか。構想に皆さんと歌いたいところがあるので一緒に歌ってくれると嬉しいです。それでは聴いてください。アニメメジャー主題歌、ロード・オブ・メジャーさんで心得。これもまた神曲。描いた夢とここにある今、二つの景色に比べても形を変えて、ここにあるのは確かに